言っておくぞトルフィン、交渉の余地はねえ。おとなしくガルザルを渡せ。渡さなけりゃ切る。追っては3人だが、ここにはエビさんだけ。他の気配はない。何とかして動きを封じればまだ逃げられる。剣をかいくぐって顎に一撃。やんのかトルフィン。やれやれ、仕方ねっか。この際純粋な人助けだ。お前には原稿振るう大義名分がある。まあもっとも向こうには向こうの大義名分があるだろうがな。どうするトルフィン、あくまで非暴力を貫くか、それとも人助けのために一線ぶちかますか。本当の戦士へ至る道はどっちか考える時間はねえぞ。ほれ、目の前。寝ぼけてて勝てる相手か。妙な構えだ。槍でも斧でもねえ、剣。いや、They did it!